おっ、じゃ抜けたか。いや、何ですかね、正式名称わからないですね。どうしようって何だったのかな。ゴールはい、当たってますか、ね、当たってます。ベラッ今日、メインで使ってる、ルーリーズから新しく出る魚種畜という、商品です。まあね、簡単に言うと昔からインチクっていうルアーがあると思うんですけれど、それをねライトゲーム用に改良に改良を重ねて作り込んだやつがこの魚種畜っていう商品になります。この開発コンセプトとしてはですね、ボトムを攻略をよりね、やりやすくするために、作った商品になった。ね、ダブルアシストになっててボトムに落としたら引っかかりやすいんじゃないかなと連想すると思うんですけど、ね、実際はねそんなに引っかかりません。お、来た。大物旗が釣れました。旗が釣れましたよ、まさかの。アシストにタコベイト、がついてて、これがね浮力があるんですよ。なんでボディから着底して、その後追っかけてフックが着底する、ね、しかも浮力がありながら着底する感じなんで、ふわっと着底する感じなんですよ。なんで思ってるよかは全然ね根がかりしないと思います。で、操作法なんですけど、まあ、ボトムを落としたらちょんちょんと上げてあげて、でまた落としてあげると、まあ、そういう釣りがね、おすすめになってきます。こうやってリフトするときリールでやらない方がいいです。特にねボトムの釣りはその根に差し込んでしまうんですよね。こういうハンドルでギュッてやっちゃうと、ボトムで本当にね根がかりを避けたい方はこうリフトアップするときにこうボトムね今何も刺さってない確認しながら、ちょっと刺さりそうだなっていうときはまたテンション抜いてあげてルアーがこう、ね、根に刺さりそうになってるあげるのをまたこう交代させて、でまた様子を見ながらちょんちょんちょんってすると取れますんで。ベラか、またスイミングで食ってきましたけど、いや違うキジハタスイミングで食ってきましたよ。キジハタチビハタ、うおメッキメッキメッキやったね、メッキ。ルーリーズからね、新しく発売になる、魚種畜っていう商品なんですけれども、まあこれを使っていて、テトラギを探ってて、回収しようとしてきた時に食ってきましたね。ね、ここに来るまでの道中、メッキなんかまだ狙えないかな、みたいな感じで、言ってた魚なんで、ね、それ通りの魚が釣れて嬉しい一尾となりました。Oh!
これなんですか、トラフグに似てません、なんか柄がわからないけど。違う。でも、うん、メッキの引きしてる。めっちゃね、こう、切れるのがいいよね、引きが。お違うぞ。まだい、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 まだい。まだい、まだい、まだい。武将やったね。まだい。めでたい。いやー。よかった。いや、なんかね、メッキ、今さっきから釣ってるんですけど、メッキってね、あれなんですよ。表層から中層ぐらいまでの間に、で、ヒットしてるんで、なんかちょっと別のやつ狙いか、ないかなと思って、今ボトム沈めてたんですよね。ボトムまで一旦沈めて、そっからの巻きでね、本当はね、マダイを狙ってるわけじゃなくて、ここ加工なんで、まあ、シーバス、ちっちゃいシーバスであるとか、なんか、カマスとか、そういった類釣れないかなって思って、ボトムまで落としてスイミングで、狙ってたら、マダイが、まさかのマダイが。しかもね、これそこそこ、いいサイズですからね、加工で釣れるサイズとしては。マジか？マジで？黒が釣れました、黒が。黒が。メジナ、黒です。しかも、オナガ。オナガです。オナガが、まさかのオナガが釣れました。ちょっと場所を移動してきて、一投目で、結果的にこのね、オナガグレ。釣れたんですけど、まあね、何が釣れるかわからないんで、とりあえず、水深もね、そんなに深くないんで、2グラムの、2グラムの魚種地区に変えまして、投げてボトム取って、ちょんちょんと浮かした後の、テンションホール。で、ボトム着底と同時ぐらいに、当たって食った感じですね。ちっちゃいけど狙い通りの味でした。今ね、ユーマ詰めなんですけど、まあ味狙いにシフト変えて、まあポイントをね、到着したんですけど、まああと多分20分もすればですね、もっと暗くなってくると思うんですけど、大体このパターンで、釣れる、まあパターンがですね、まあ、僕今堤防の先端に来てるんですけど、表層の早巻き、ただ巻きで、食ってくることが多いです。で、今ですね、一応、もう本当豆味が釣れたんですけど、今からね、次第に暗くなっていくに、まあ、従ってですね、表層に浮いてる、これぐらいのちっこい、シラスを、まあ、中型、大型の味がですね、捕食する時間が始まるんじゃないかなと思いますので、今からね、釣れればね、どん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 サイズは上がっていくんじゃないかなと思います。ただね、まだちょっとシーズンが早いんで、そんなね、大きいやつは期待できないと思うんですけど、まあ、そこそこの、サイズをね、今から狙っていきたいなと思います。やり方はね、もうね、こう、潮通しの流堤防の先端で、表層をね、投げて、遠投して、巻いてくるだけ。もうね、表層から落としても1メートルぐらいまでの間。よっしゃー、あるでしょう。ねえ、足このサイズ。まだこのサイズか。何番サイズです。また同じサイズ。
ちょっと入れ食いだけどちっちゃい。こっちゃった。おー、またちっちゃい。マグロだけやん。ちっちゃってどうだ。お宮地上がった。最後上がったんじゃないか。ちょっと少し上がったんじゃないか。上がってない。ダメじゃ、全部多分このサイズだ。いいお宮地。来た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 。お宮地来た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 。これいいんじゃない、サイズ。